FM93.0AM1242 日本放送です。ナイツー The Radio Show。 ショーテッショー、乾きみこさん、お疲れ様でした。時刻はお昼の1時を回りました。こんにちは、ナイツの土屋信之です。花信之です。水曜パートナーのメープル超合金ドーナツです。ナイツ The Radio Show、 本日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。おめでとうございます。誕生日、なっちゃん、お誕生日おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今日1月31日が、ね、なっちゃんの今日で1月31日、はい、そうです、ね、徳川家康と一緒ですね。確か、はい、大物徳川家康、確かっていうのやめてもらっていい？一緒でしょ。はい、一緒なんですよ。すごいじゃないですか。ありがとうございます、ね、嬉しいですね。こんないい日にね、ラジオができて嬉しいです。本当だね、はい。ドデカグルメやってますけど、ドデカプレゼントとかはなんかあったんですか？もうすいません、ドデカプレゼントっていうか、まあ、今日あの、ゲストで板垣先生がいらっしゃるじゃないですか、はい、であの早めに入られていて、さっきご挨拶したんですけど、はい、もうな、見たことない花束を本当だ。でかす、これすごいけどと思って、でかい、ユリ、ゆり、ゆりか。ゆりですね。はぁ、綺麗だね。めちゃくちゃ綺麗ですね。紫のこの内側の紙と合わせて。先生がなんか水切りのやり方わかるって言ってたよね。はい。はい、あの大丈夫、花束、はい、き、あの茎のとこ切って、うん、はい、入りやすいように。花瓶にね、入れたら。花瓶ある？あの、紺のブルマンにもらった、うんうんうん、あの女性のヌードのあの形をした花瓶はあります、うん、ちょっと癖があるね。何癖のある花瓶しかない、ね、いらなかった。大丈夫、それブルマちゃん、ブルマちゃんいらなかった。他にない、ね、他にはテキーラの空き瓶とかありますけど。そうか、ちょっとずつ刺すみたいな。ちょっとずつ、うん、はい、あちこちに。いいね、いや嬉しいですね。すごいやっぱ先生、パパなって嬉しい、ね、先生すごいと思ったよ俺本当に。今もなんか、あの、辛坊さんがいらっしゃったじゃないですか。辛坊さんに、あ、ヨットの人だって。あんまりあの絡み見たことないよ。辛坊さん、やっぱ始まる前結構、あの、新聞読まれたりさ、うん、割とこう、ね、集中してるじゃないですか。そこでずっとね、もう集中して、新聞読んでるから、ね。俺なんか、うん、最強と最強の対決みたいな。そうですね。ヨットの人だ。すごかった、うん。やっぱ注目してたんだね。やっぱヨットでサバイバルする、その生命力とか。そうだろうね。そういうところをやっぱり、うん、ね、バキの作者としては、注目してたんだね。だ次の、なんか、バキ道はもうその、うん、ちょっと、うん、あの、入ってると思う、辛坊さん。太平洋横断とかが。太平洋横断の話とかがあるだろうね。うん、すごいね。まあ、ハンマ裕次郎がもうすでにやってると思いますけどね。泳いで。泳いで。ヨット使わずに。はい。あ、すごいね。あれ跳ねないからね、やりかねないからね、やっぱりね、そのマキノ先生、それがやっぱ面白い、ね、手作りの砲を立てて、でっかい砲を立てて、で途中ででっかいサメ捕まえて食べる、ね、食べればね、いける、片手でサメを、サメをピクルとかじゃない、ピクルじゃないの、それはもう、焼かないで、途中でワニとか食べんの、生が一番、生で食べて。はい、命をいただける、すごいよな。だから来ていただいてね、だって先生、僕この前食事会12月の、はい、12月にやったよね、頭に。そうですね、 M1 の準決勝の前の日だから、そうですね、ともしげも明日頑張って言ってたでしょ、はい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 、あれから1ヶ月以上経ってさ、はい、その間になっちゃん行ったんでしょ、先生と食事。そう、実は先日、ちょっと待ってよ、ごめんなさい、すごいじゃん。ものすごい、だからもう、ハマってんじゃん、先生に。嬉しいですよね。誰と一緒に行ったの？先生と、まあ、お友達とか。はい、ああ、そう。と、はい。すごいよ、ね。来ました。すごいですよね。嬉しいです。うん、ね、うん。鉄板焼き。鉄板焼き、来ました。本当に。六本木ヒルズの、50何階とかの。うん、夜景が綺麗なとこ。ああ、そう。え、落とされるのかなって、ちょっと。ってことだよね、俺一番最初2013年に、はい、その、同じ夜景のビルに飛ぶときに、はい、落とされるのかなと思ってた。やっぱそうですよね。うん、そうもういいって思ったでしょ、もう。うん、いい、今夜もう大丈夫って思ったでしょ、もういいよって。めちゃくちゃ思った。だからでもいいよって思った。思った。ね、うん、うん。それがすごいって。すごい。いや、でもダンディーですよね、うん。素敵な。かっこよかったね、今日も。ねえ。かっこいいです。おしゃれでね。おしゃれですね。タバコもなんか、はい、喫煙室、はい、タバコを吸っててさ、はい、
違うところの灰皿落としたのちょっと可愛かったね先生なんかね間違えちゃって灰皿だと思って違うところ送風機みたいなところに決まってちょっと違った。ちょっと違う。いや、ちょっと、ね、だれなところ。いつも行くところのね、そう、灰皿違う。そうだよね。いやー、よかったね。いや最高の誕生日プレゼントになりましたね、じゃあ。いやすごい嬉しいです、ね。皆さんからもね、プレゼントいただいて、ありがとうございます。はい、ちょうどね、今日、その、なっちゃんの本も、今日もらいました、発売で。あ、そうですよ。今日発売だもんね。主婦と生活者さんから。介護現場歴20年、はい。全部読んでさ。え？さっき漫画だからさすぐ読めてさそんな早く読める読めた読めた漫画の部分、はい、感動しちゃったよ俺こんな子供の頃からおじさんのがちょっとショートステイみたいな、はい、そうですねやられてて、はい、そこからもうだからやってたんだね介護っていうのをねやってたっていうか、まあ、遊びに行ってたですね、うん、だからそういうちっちゃい頃は、ね、はい楽しくてプロレス時代も乗ってるじゃんねあそうです西口プロレスの時もやってました ね、はい、うんそんなドミノプレスとかやってたのアクロバティックな必殺技倒立して相手、うん、横になってる相手にこうもうひっくり返ってもひっくり返ってバタンって乗っかるやつでしょプレスするすごいね、はい、倒立できました、ね、倒立できてた、はい、へえそうなんですよこれだから漫画だから全部そういうのも載ってるからねそうですね今まで、まあ、だからその携わってから、まあ、今までの漫画と、対談そのプロ現場の途中のね、はいうんうんうん、現場のプロの方にいろいろお話聞いて、うん、どういう状況かっていうのを聞いて、うんはいまあ、興味がちょっとでも、ね、持ってもらえればな人生が分かるよこれなっちゃんの小中高それと並行してねこの介護のこう体験が載ってるからそうだ、ね、じゃあ M1 の時もなんか面白かったな M1 のあの話とかやっぱカズらしいなとかさ、うん、緊張してない感じとか緊張してない、ね、感じとかさコンビ組む時の話とかあそうですね載ってますこれは一冊ねちょっと読んだらいいと思うよ、ねまあ、ぜひぜひ勉強にもなるし、ねうん、なんか介護って聞くとやっぱり難しい言葉が並べられちゃったりとか、うんうんうん、横文字だったりとかすると、ね、なんかあん、まあ、そうなったらそうなったでみたいな感じで、うんね、二の次になっちゃうのもね、ねうん、大変なので、まあ、ちょっとずつ理解してもらえたらなと思って。ね、そうね、本当だよね。そうなんですよ。いいですね。なんかメールも来てたよ、キジちゃん35いつもね。はい。那須さんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。そして本日発売の介護現場歴20年出版おめでとうございます。ありがとうございます。販売日、発売日に誕生日に合わせたのか、はい、それとも偶然。誕生日だったのか分かりませんが、はい、おめでたいことが重なりましたね、うん今回の本は夏さんの経験が漫画になっているとのことですが、うん、見どころを教えてください、うんね、見どころ、うん、ああそうですね見どころあでも漫画なのですごく読みやすいですし、うんまあ、自分がこうどう生活してきたかっていうのがなんとなく分かると思うので、うんまあ、それに介護も組み込んであるので、うんまあ、楽しく介護が理解できるようになっているのではないかなと思うんですけど、ね、俺見どころ1個見つけたよいや、うん、大丈夫です言わなくて今俺見つけちゃったえ何俺すごいの見つけちゃったよ何ですかちょっとえ聞いてないよこれえあで何何勝手にみたいな俺も読んでてそれか出てるみたいなすいませんおあちょっと、うん、ちょっと何ですか聞いてないよこれ聞いてないですかあじゃあ嬉しがってないよ出れて嬉しそうにしてないよめちゃくちゃ嬉しいこれ、うん、土屋出てますあ、はい、ええー、ちょっと土屋います、見つけちゃったなんでだろういや嬉しいなこれ、うん、一番いいとこで出てんじゃんちょっとなんで言わないのこれ。え、言わなかったいや、今ほんとたまたま見つけたからよかったけども。漫画のね。うん。ここで。いやー、そうだね。メープルにとって。そうですね。ちょっといいところで。はい。ちょっともう僕が。まあ、それ土屋さんかな覚えててくれたら嬉しい。わかんないよね。わかんないですよ。漫画にするとますますわかんないから。あの、俺も違う人かなと思ったけど、ちゃんと土屋って書いてあった。文字で書いてあったから間違いない。これちょっとぜひね、ちょっと買ってみてほしいですね。ぜひぜひ見てほしいです。いいね。ありがとうございます。また、青木マッチョとタコバしたのか。うん、またっていうか、いや、違うんですよ。おまた、青木マッチョとタコバしたんか。またでもないんですけど。しかもなんか、すごい人と一緒に、はい、タコバしたらしいよ。元多摩のパーカッショニストの子、うん、石川さんっていう。石川さん出た。はい、方と。ゲストにいらっしゃいましたし、うんね、石川さん、はい。石川さんが、で、タコ焼き食べたいなって来たんで。ランニング、どうして仲いいみたいなことなのまあ、ちょっとあもともとは、うん、その自分が
クリスタルジムに初めて行った時に、うん、そのパーソナルを受けたんですよ、青木マッチョで、うんうんうん、で、なんかまあ、会話をどうするか分か、うん、まあ、お互い、うん、初対面だし、みたいな。いや、音楽とか聞かれますか、うん、みたいな話になって、うんうんうん、あ、自分、タマが好きだよ、みたいな、うんうん。え、自分も好きです、みたいな。で、タマを、うん、その、まあ、いろいろな過去の話とか、めちゃくちゃ通じたんで、うん、そっから仲良くなったっていうのが、うん、ね、まあ、もともとなんですけど。タマきっかけなんだ。あ、タマきっかけなんですよ。趣味があったんだね。そうです、そうです、うん。で、その石川さんがたこ焼き食べたいっていう、ご要望があったので、じゃあもうこれは一緒に食べようってことになって。食べたーいって言ってたの？ついたーみたいに。ただ、うち、ん、に来るときに、うん、その、まあ、連絡、石川さんから、うん、あの、到着したときに。最高最高。あの、連絡が来て、うん、文字で、ついたーって言って。マジで？うわーって言っちゃった。マジで？ちょっと、石川さんと。スタンプ作ればいいよ。やってくれるんだ、それ。ツイタースタンプ必要だよ。ツイターって。ツイター、うん、打ってくれたのが嬉しいよね、そのね。打ってくれたのが嬉しいよ、ね。ツイターっていうのは。そう。もうーと思って。すごい、もう。ちょっと感動するね。めちゃくちゃ嬉しかったですね。はい、みたいな。了解しましたって会社の。わーって打っちゃいました。すいません。わー、なんかもう驚いちゃった。はい、驚いちゃったですね。はい、一緒にご飯食べて。たこ焼き。スタンダードなたこ焼きですか？タコに、うん、たくあんとかタコに梅干しとかですかね、うん、キムチとかチーズとか明太子も入れたりとか、うんうん、たくあん美味しいですよ。たくあん梅干し美味しいです。たくあん刻むの？はい、刻んだやつたこ焼きに。めちゃくちゃ美味しいです。なんでも合うね。なんかあったかいたくあんってでもあんま食べないじゃないですか、まあ、なんかその確かに確かに。そう、梅干しもそんなに温めないんで。本当だ本当だ。トロトロのたこ焼きになかなか入れないじゃん、そういうなんか、ね、そうですね、入れないです ね。でも美味しいって。美味しいんだ。最初、大自然のロジャーがなんかたくあん入れると美味しいらしいっていうので、うん、ロジャーとやった時に入れたらめちゃくちゃ美味しかったんで、うん、で梅干しはそのレイちゃんっていうお友達がちょっと梅干し入れてみようっていう感じで入れて美味しかったんで、うん、梅干し合いそう、うん、すごい。確かに。ちょっとやりましょう今度。梅干し丸々1個、いい、ね。あ、ちょっとちぎってって感じですね。ほんとちょっとみたいな感じですね。楽器の相談とかしなかったの？そのあのあれディジリドゥ、ディジリドゥの相談ね。あ、しました。あ、した。はい、石川さんに。はい、ディジリドゥ実は買ったんですよ、うんうん、って。うんうんうん、おー、いいねーって言って、うん、セッションしようよみたいな。いやいや、セッションとかじゃないじゃないじゃんっていうもうだって買ったばっかりだし、もうあんなね、音楽すごい弾けるでしょ。弾けるよな、石川さんも。ねえ、石、うん、川さんともギターとかももちろん何でも。いろんな楽器弾くでしょ。多分。それこそ青木マッチョもさ、いろんな楽器弾くじゃん。うん、あ、そうですね。ねえ、そうだ、カリンバとか。うん。まあドラムももちろん叩けますし、うん、ピアノも弾ける、笛、なんかな、何笛って言うんだろう、あれ。なんか笛とか。うん、それこそもう石川さんにさ憧れてるとかあるんじゃない？ちょっと。そうかもしれないですね。ねえ。どうなっちゃうんだろう。喜んでたでしょ。じゃあ、ディジリドゥは、うんうん、あの、川北くん、真空ジェシカの川北くんも持ってるっていう。うん、だから言ってたね、先週、うん。一緒に練習したいな。そうだね。まだ、まだ吹けてない。あの、なんか、ドゥ、ドゥーみたいなやつで、舌を震わせるのと、口角を上げて、ビーみたいな、うん、はい、やつ。があるらしいんですけど、うん、ちょっとそれが今練習中です。それができるように。それ最終的になんか曲を弾きたいの？一曲、曲っていうか、うんうん、なんかメロディーっていうよりかはなんか、うん、まあそのリズム寄りな感じですね。なんまあ最古の管楽器みたいな。そうそう、はい、らしいんで、一番古いんだ。古いらしいです。どうしたらいいんだろう。練習します。だからそうね、はい、練習はあのなんか教えてくれる人はいないの？うん、教えてくれる人、ディジリドゥ教室ないの？ディジリドゥ教室、うん、あんのかな。でも川北くんどんぐらい吹けんだろう。それも独学で、そう YouTube とか見ながら。 YouTube 見ました。あ、でやってる、うん、すごいですね。吹けるようになるのかね、それね。うん、へえ。一緒にやります。ディジリドゥは新聞のさ、はい、中に、はい、練馬区報とかあに入ってさ、うん、今日なんとか教室とかやってんだよね、その集会所とかさ、知らないのは意外とあるよね、うん、
ディジリドゥ教室なんか、かもしんない。ほんまよく、その、集会所借りてるんだけど、よく隣とかでなんか、やってるよ、それ楽器とかの演奏とか、おばさん4人ぐらいとかで、ね。調べたら、ディジリドゥ教室とあるかもしんない。ね、ああ、じゃあ教室通った方がいいのか。うん、そうだね。そうか。それを、探してみよう。探してみて、はい、結局ないと。それで、いつから、その、ジジジズ教室がある、あるのかを調べようと思って、なんか、タイムマシーンかなんかになっちゃうのって、過去に戻って、自分が教室作って、なんかジジズ始まったみたいな、実はタイムリープみたいな面白くない何の話ですか何の話わかんない。何とかけてるんですか何もかけてないです。何とか、とかけてるんですか、うん、かけてない。不適切にも程があるみたいな、ちょっと。全然なってない。全然なってないの。ディジリズ、いや、なんかそういう、そういう話をしようとしてんのかなと思ったけど。うんうん、ないない。ディジリズ教室を開いてるから。タイムリープでいけるかなと思ったけど。ないな。でないか。だんだん花さんが、なってない。恐ろしくなっていく。不安でしょうがない。不安でしょうがない。進んだ道がどんどん細くなってくる感じがしたよね、ちょっとね。うん、危なかった。危なかった。空そんなもん、最後。道なくなって。そうですね。とりあえず行くからね、そういうところ。うん、昨日、ね、あの、はい、地下芸人ラジオで、あの、ドルフィンソングっていう、うん、若い漫才協会のタップ所属のね、芸人呼んで、まあ、終わった後飲み行って、はい、なんか、まあ、まあ、やっぱり、かわいそうなのが、俺たちが20年ぐらい前いた時は、もういっぱい師匠たちがいたから、もう師匠の面白トークみたいにいっぱいあったんだけど、もう若手もだいぶもう師匠お亡くなりになって、少ないんじゃないっていう、そうなんですよねって言って、それで、やっぱり、東京二師匠っているじゃん、今87歳で。もうみんな東京二師匠の話ばっかりになって、もう一極化してるんだ。集中してんだ。みんな京二に集中してんだ。京二の話しかない、ないんだ。で、それでまあ、あ、でもなんかあるって言ったら、まあ、東京二師匠が最近、みんなにネクタイを、こう、くれるじゃないですか。で、あれが、なんか俺は、なんかもう自分がもう歳だから、自分の家にあるネクタイを、その、みんなにあげてるって、誰かに聞いてたから。うん、そうだと思うよ。違うの？そうなのって、そうだと思ったの。だから俺も前もらったよって、もう自分が、あの、先が長くないから。もう衣装いっぱい持ってるから。配ってるんですよ。あ、違うんですって。新品を配ってるんですよ。あ、俺それ知らなかったって。なんで？え、それなんでって言うと、なんかハワイに、もう、御用達の店があって、うん、そこから仕入れた新品のやつを買ってみんなにあげてるって言う、言うんだけど、その裏見たらもう、サミットってスーパーの、なんか、完全にサミットの値札が書いてある、あって、何その嘘やば。それで、まあ面白かったのが、それなんだよっつって、ハワイじゃねえじゃん、サミットで買ってんじゃないのって言ってんだけど、もしかして万引きしてるんじゃないかみたいな、それはないだろみたいな、それはないよみたいな、サミットで買ってんだよみたいな話してるから、俺なんか本当おかしくてさ、なんでハワイって嘘言うんだろうね、それね。いやでもなんかこうクロムハーツみたいによくつけてるでしょ、あのつけてる、あれなんか社長がいるんだよ多分、あれもなんかあったかいとこだったっけ、なんかどっかの温泉に社長がいて、あったかいとこ、うん、温泉、うん、なんかそういう湯河原とか、はい、なんかそういうところでもらったっ、ところの社長からもらったって俺も言ってたから、いつでもあげるぞみたいなこと言ってたんだけど、じゃあそれも違うのかな、本当は湯河原の温泉でもらったんじゃないのかな、俺の見てみたら、今日朝起きた時にさ、奥さんと最初に話した会話がさ、サミットってネクタイ売ってるって売ってるかなみたいな確かめたくて。ただなんかやっぱ売ってるらしいよ。まああると思うよ、サミット。医療。ネクタイ。だからまあコンビニにあるように、コンビニになんか下着とか置いてあるように、サミットも多分あると思うけど。でもなんであげるんですかね、ハワイ。そうそう。わざわざ買ってまであげる意味もわかんないし。まあハワイでもサミットでもいいんですけど。そう。とりあえずみんなにあげてるのは何なんですかね。そうなんだよね。本当にだから自分のね、昔着てたやつもう使わないからとか、そういうの余ってるんだと思ってたよ、てっきり。そうですよね。やっぱり喜ぶからかな、やっぱり。ああ。やっぱネクタイって若手はなかなか買えないからね。そうですよね。っていうことなのかな。結構要ですもんね、スーツで言うと。まあね、ネクタイで。自分もやっぱりもらって嬉しかったのかもね、昔。俺も、
あげようかな。家にいっぱいあるんだよね。使ってないんだよね。嬉しいんじゃないですか。嬉しいかな。うんうん、裏にサミットって書いてあるの。書いて書いて書いちゃうんだ。書いちゃう、はい、油性ペンで油性ペンでサミットのネクタイなかなかない。面白いね、その話。面白いです、サミットね、うん、さあそれではそろそろ行きましょう。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further adoLet's dive into it. Are you ready? The Radio Show!改めまして、こんにちは、ナイツの土屋信之です。土屋信之です。水曜パートナーのメープル超合金&ナツです。ナイツラジオショー、本日もよろしくお願いいたします。今日はゲストが3組登場します。1時台はグラップラーバッギの作者、うん、板垣圭介先生、2時台は DJ コウさん、3時台にマッチョ芸人の猫じゃらしが登場です。昨日に引き続きね、大御所大御所裸の系統、本当だ。ね、すごいですね、この流れ。先ほどゲスト3組ということで、メールテーマはなしです。ゲストへの質問メールや番組を聞いての感想などお待ちしております。宛先なっちゃんお願いします。はい、受付メールアドレスは rs@1242.com rs@1242.com。 rs はラジオショーの頭文字、アルファベット小文字で、X はハッシュタグナイツラジオショーをつけてポストしてください。メールを送ってくれた方の中から抽選で5名にラジオショーオリジナルサインペンをプレゼント。そして今週は毎日3名様に Amazon ギフトカード1万円分をプレゼント。メールには住所、氏名、電話番号をお忘れなく。それではナイツラジオショー、この後3時30分まで生放送です。ナイツ The Radio Show。クレジットカード、キャッシングの過払い金はもう時効で取り戻せないと思っていませんか？実は時効でも返金に応じるカード会社が何社もあるんです。あなたの過払い金も間に合うかも。無料でご確認を0120-10-10-10-10-10-10の中央事務所へ。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。首都高からのお知らせです。首都高に35カ所ある ETC 専用入り口では現金、クレジットカードはご利用できません。お出かけ前にホームページのご確認、お出かけ時には入り口にある紫色の看板やカーナビの案内などにご注意ください。首都高。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？カメラの北村ならどんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計ブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999-157-999。 出張買取はカメラの北村。山、斜面地を売るなら TR コーポレーション。管理が大変で困った土地を売るなら TR コーポレーション。不動産売るなら TR コーポレーション。横浜で開発、造成20年の信頼と実績。拓亮建設グループ。TR コーポレーションで今すぐ検索。過払い金の確認は0120-10-10-10。中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上。有名なあのスーパーやガソリンスタンド、 ETC 付きのカードも対象です。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10-10。 お電話は夜12時まで。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ここで日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの原さん、お願いします。はい、お伝えします。首都高速道路の状況です。横浜北線の下りは新横浜で工事のため1キロ半渋滞しています。3号線の下りは三軒茶屋で1キロ半の渋滞です。上りは三軒茶屋で2キロ、大橋ジャンクションで1キロの渋滞です。
6号線の上りは両国ジャンクションで1キロ渋滞しています。東名高速道路や中央道など関東地方の高速道路の車の流れは順調です。一般道路の状況です。埼玉県の国道17号線の下りは北本市山中にトラックが故障して止まっているため2キロの渋滞です。日本道路交通情報センターでした。原さんありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分頃お届けします。この後は漫画家の板垣圭介先生登場です。過払い金の確認は0120-99。忙しくて時間がないあなたでも過払い金の確認はとっても簡単。はい、中央事務所です。ご利用のカードはどちらですか？昔作った紫のカードだったと思うんだけど。いくらくらい借りていましたか？毎回4万から5万かな。何年くらいご利用されていましたか？5年かな。ですと30万円ほど過払い金を受け取れそうです。このケースのようにあなたが受け取れる可能性があるかすぐに確認できます。まずは0120-10-10-10-10-10へお電話を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。伊集院光です。伊集院光の種、今日のスペシャルパートナーはオードリーの春日くん。種は自分の部活って変ですか？伊集院光の種は今日夕方5時30分から。ナイツ The Radio Show。さあ、ナイツアラジオショーをお送りしております、はい、この時間のゲストスタジオにお越しいただきました板垣圭介先生です。はい、どうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ようこそ。プレゼントもありがとうございます。ありがとうございます。あなたはね、あれすごい、カサブランカです。あ、すいません、ユリじゃない。ユリじゃない。カサブランカなんて、ね、カサブランカ、花言葉調べていいですか？いいやつです。いや、それ後で調べてください。それはね、そっか、喜んでる。内緒ですよね。それちゃんとその女性によってこうお花をやっぱ変えたり。いやいやいや、俺が一番好きなお花なんで。そうなんですか。カサブランカ。そう。何がいいですか、カサブランカ。まず香りがいい。香り。で、持ちがいい。ああ、そうですか。で、手入れが簡単。あ、へえ、あ、じゃあ人気なんですね。いや、知らない。俺には人気。そうですか。板垣先生ね、そこの番組でよくお名前が出てくるんです。あの、そうなんですね、お食事ね、花田さんと行かれて、で、この間なっちゃんも、はい、そうそうそう、そうお肉をね。いや、ちょっとあの、うん、六本木ヒルズの52か1でしたっけ、51だっけ、はい、うん、の鉄板焼き屋さんでごちそうになりまして、うん、まあ、座ってもうすぐに、うん、シャトーブリアン350いっちゃいなよって言われて、うん、ちょっと、いや、ちょっとあれ 100g 単位とかなんなら 50g とかだと思うんですよ。350って、うん、っていう、うん、いや、ちょっともう、もう値段書いてないんですよ。いや、もうだそうよ、上海ガニの時もそうだもんね、値段書いてない、書いてないから、ね、ない店にしか行かないんだ。先生だって俺たち、俺なんかこの前の上海ガニも何年ぶりとかでしたけど、なんか帰る時にまた来週ねとかってなんか言うじゃないですか。めちゃくちゃ来てんのかって思って。めちゃくちゃ言ってました。めちゃくちゃ言ってんですよね。あの、一度食べさせた人は、はい、思った人たちってやっぱ楽しみにしてくれるんだよ。いやー、で、また楽しみにって。だからもう何度言ったかわかんないぐらいに。だから今日これ終わった後に、日本のカニ食いに来いよって約束してるぐらい。あ、今度日本のそう、カニ道楽行こうよと。今あの編集さん今回ってるからね。行くんですね。終わった後行こうと。そっちのカニも好きなんですね。もちろんもちろん。10年ぐらい前にバイキングの2人が来たんですよ。行った。誘って、うん、そめちゃくちゃうまかったみたい で、うん、でこの前も小峠さん来たじゃないですか。来た。俺普段小峠さんなんか誘っても飯来ないのに、うん、上海ガニどうしても食いたかったみたいな。珍しく来ましたからね。食うよ。めちゃくちゃ食ってましたもんね。食べた。いや、もともとなんか一番最初は僕らの漫才の中の、うん、堀北真希を、はいはい、堀北真希ってボケて、そうですね、グラップラーバキみたいに跳ねさすなみたいなね、うん、なんかそういうネタでしたよね。のを、そう、なんか先生が誰かに聞いて、ノー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 、あのね、うん、正月明けて、はい、まだスタッフが集まる日じゃないんで、はい、ない時に、
俺一人で書いてるわけだよ。一人で書いてる。もう広いね、うん、その部屋で。正月から一人で書いてて、た、うん、だお正月番組たくさんやってるじゃない。うん、はい、それを聞いてたら、うん、あのヤホーで。ヤホーで。先生がもう本当に生放送で。そうそう。聞いて。どうか知らんけど。テレビで見て。うん、そう。あで引っかかったわけですか。あグラップラマグって言ってるみたいな。そう。あの堀北真希さんがね、はいはいはい、司会をやったその時に。あの面白い歌番組を見つけたんですけど、ああ、まあ、いつものパターンですよ、はいね、うん、紅白歌合戦で知ってますか、うん、って今更かよってやってて、うん、で毎年話題の人が司会をやると、うんうん、今年は堀北真希さんでしたねって言ったら、うん、はい、俺頭ザッてあの作業してたんですもんね。そう。バキを書いてたんですもんね。だってね、うん、その人もね。もう毛根がうわっって。バキっぽく。うわっって。うわ、今言ったと思って。そしたら、あの、斎、うん、藤氏、あの、塗り師のね、斎藤氏が、あの、近くにいるって言うんで、ちょっとこれ俺言っといてくれ。今度飯をおごろって言っといてくれ。うん、って。それで、あの、仮眠から目が覚めたら、電話に入ってて、こんな喋り方だっけっていうぐらいちゃんと喋ってて、そりゃそうですよ。そうですか。それで行きましょうってことに。そうだそう、斎藤さんでしたね。そう。なんか僕の共通のね、そうそう、僕の、あの知り合いで斎藤さんっているんですよ。うちの奥さんも知り合いで、うん、その人がその先生のこのアシスタントね、やられてたからっていうことですよ、ね。俺のスタッフではないんだけど、うんうん、塗り専門の人なの。塗り専門で。カラーで。カラーで。まあ、かっこよくしてくれんのよ。ね。うん、その斎藤さんだけのバキドン萌えとかね、そういうあの、やってやって本も書いたりとかされてる方ですけども、ね。素敵なのはやっぱり漫画描いたらね、彼面白くないのよ。うん、塗りがいいのよ。塗りがいい。だからずっと塗りやってくれるはずなんで。うん、あ、塗りっていうのは具体的にカラー。カラーにしてくれるのよ、うん。パソコンでカラーでやってくれるんだけど、もう油絵風でも、水彩のようにでも何でもやれんのよ。やっぱ腕いいんだ。うちのスタッフでもいるんだけど、うんうん、結構差がある。あ、うん、これもらっていい？あ、どうぞ。水と水。そうなのよ。それ先生自体は、そのだって、まあ、二十歳から自衛隊やって、第一空挺団。もともとそうよ。自衛隊なんですよね。だって、なんだっけ、あの、むちゃくちゃ重い小銃とか持ちながら訓練して。小銃はそんな重たくないんだけど。小銃重たくない。俺、機関銃手だったんで。機関銃手？機関銃はね、12キロぐらいあるのかな。で、弾薬がたくさん。もう数が違うじゃない、はい、重いのよ。重いのよ。それ持ちながらこう走ったりとか、もちろんそうですよね。何でもやらされた。何でもやらされた。何でもやらされた。第一空挺団って、はい、超エリート、超エリートですよ、ね。あそこはね、給料違うからね。あ、うん、そうですよね。俺がいた時代でね、はい、5万ぐらい違ってたから。あ、うん、あの空挺手当とあと降下手当、あ、あとなんか危険手当がなんかあんのよ。へ、それで普通の自衛官より5万は違ったから、うん、今は。10万ぐらい違うのかもしれないな。やっぱ何でこう選ばれるエリートに行く、もうまずね、身体能力とか、あのね、もう本当この話したいんだけど、うん、言えないこともある、あのね、うん、ないよそんなに、うん、はい、あのね、普通の舞台はこの体力検定1級というね、はい、この星のマークベンツみたいな、はい、それにこう月桂冠でこう飾った、うん、ここにバッジをつけるのよ、はい、これが体力検定1級なのよ、はいはい、空挺部隊に一人もいないんだよ。あ、そうですか。うん、空挺気象というこの落下傘とウィング、うん、羽を空挺隊員を示す空挺気象というのがあるんだけど、うん、これは体力検定1級も意味するのよ。はあ、うん、もうそれ兼ねてるんですね。そう、他の部隊で1級がいると、ああ何つけてんだ笑えると、ちょっとマウント取れんの、すごいことなんですけどね、それ本当はね、1級でもすごいけど、けど、そう、そのもう、兼ねたやつがあるんだ。上のやつがあるんだ。そう。それで、気象ってことは一級だってことになるんで。そう。もう、そんなね、体力って何で培ってたんですか？もう、もともと体力あったんですか？俺はね、うん、高校時代3年間、少林寺拳法やったんで。へぇ、そこは、練習量はもう、全、全道で全部の、学校の中の全部のクラブの中で一番きつかったんで、うん、
学校のクラブに少林寺拳法クラブあったね。あったんですか。あったあった。あ、じゃあ有名な先生が教えてたんですか。有名ではないんだけど、うんうん、新卒の先生なのよ。だから大学でやってた練習そのまんま取り入れてくれたので、あれで鍛えられた。それ格闘系に興味あったんですか。めちゃめちゃあった、うん、ちっちゃい頃から、うん、力道山の時代からあった。あ、力道山見てたんですね。もうリアルタイムで見てた、うん、ボクシングファイティング原田さんから見てた。はあ、うん、やっぱ好きだったんだ。もう大好きだった。でも自衛隊やっててなんで漫画家になろうってそう思った。どういうタイミング。俺はね、あの矢沢永吉さんの成り上がりという本を読み、はい、一発で持ってかれちゃった。21歳の時、はい、うん、あの角のタバコ屋までキャデラックで買いに行きたい、うんうん、そんなめんどくさいこと本当やってみたいなと思って、うん、それであの矢沢さんと対等に付き合える、うんうん、とそのぐらいまで出世するとしたらもう、うん、俺はもう描くしかないなと。描く才能はあったから。ああそうですね、うん、子供の頃の絵も上手かったんですね。上手かった。うまい、早いな、うん、上手かった。早すぎてなんつって上手かった。上手かった。全然なんか骸骨一番最初描いたみたいな話してます。一番最初に描いたのがね、うんうん、近所のアパートの壁に骸骨の絵を描いた、うん、これがね、うん、多分2、3歳なのよ。2、3歳。えぇ、ー、2、3歳で骸骨の絵描いた。骸骨で描いた、ちょっと親心配するんですよ。なんで骸骨描こうって。それは分からないなぁ。でも骨格から、骨格が興味があったってことですね。なんかテレビに出てるキャラクターを描いたのか、うん、違う違う違う、そういうわけじゃなくて、うん、骨の骸骨をこう描いたんです。描いてた。いや、それも骸骨といってもね、骸骨、まあ、うん、骸骨の顔があるよね、うん、これは子供でも、まあ、描けるとして、うん、胴体が難しいのよ。だから、胴体は魚の骨のようにして。あ、なるほど、なるほど。うん、それ2歳ぐらい ?3 歳か。そんなちっちゃくってよく描けますね。天才じゃないですか。うん。天才だよ。別班ですか。もしかして先生、まあ、実際自衛隊にいたし、まあ、確かにすんごいうまかった。だけど体鍛えたかったのよ。強くなりたかったのよ。あ、うん、それは なぜ強くなりたかったんですか。なんかね、うん、俺の育った北海道の釧路って治安が悪かったのよ、はい、うん、だから多くのほらこの名ボクサーとかがさ、うんうん、治安の悪いところの生まれじゃない。俺のとこもおっかないとこだったのよ。喧嘩とかもじゃああったんですか、うん、やっぱりもうすごいよ、今だから街に出て喧嘩見ないっていうのが不思議なぐらいに。あ、そのぐらいそこら中で、そこら中で、うん、喧嘩柄悪い。いや、漁師、漁獲高でずっと日本一だったから、うん、漁師は多いでしょ、うんうん、ででっかい炭鉱があって、ああで炭鉱夫がいるでしょ、それでまあアウトローのね暴力団の人たちがいて、でもそれが多かったんですね。で一般の人ってね、暴力団に手出さないじゃない、はい、だけど、はい、漁師とね炭鉱夫ってもう平気で手出してくるのよ。すごい話。すごい話。すごい、すごすぎて。でまあ、これだから体験としてね、そうですよね、それがあって、やっぱり力つけないとやっていけない社会だから。だから学校ももう、必ず番長がいるみたいな、そこだったんで、もう、こそこそしてなきゃいけなかったから。でも実際やっぱ漫画に、やっぱ生かされてるわけですよ。そうだよね。その子供時代見てきたいろんな喧嘩とか。30年書いても、まだ全然飽きた感じはないわ。わあ、すごい。これがね。はいはいはい。書き手としてはね、飽きる感じが全然ないんで。その、漫画家を、まあ、21の時に成り上がり読んだんですけど、うん、その後結構相手。24。24の時に漫画家。うんうん、そう。その時ご結婚とかをされてたんですか。もうしてる。じゃあ奥様とかは、うん、急に漫画家になりたいとか言って。いや、俺、何かね、うん、絵を描くことで暮らしていくんだっていうのは言ってたんだ、言ってたんだけど、うんうんうん、これ、漫画だよ、うん。漫画は一番儲かってるよ。うん、っていうことで、それで漫画、
読者としてはずっと読んでたんで、どういうもんかは分かってたつもりでね、うん、始めたのは分かってないんだけどね。じゃあなんかどっかの、うん、学校というか、要するに、うん、あの 塾みたいなところにね、うん、5年間独学でやったけども、うん、全然もう手も足も出なくて。そう、独学でやった時期あったんですね。うん、やった。誰かに弟子入りするとか、うん、アシスタントやるとか、うんうん、それじゃもう家族食えないもん。だから他の仕事やりながら、トラックの運転手やらホテルマンやらいろいろやって。あ、そうなんですね、うん、そういう時代があったんです、ね、それって格闘漫画だったんですか、一人で最初からやろうと思ってたのは。そうなんだけど、うん、デビューは違ったけどね。デビューはね、お化粧の話書いたのよ、うん、お化粧、お化粧、そう、お化粧の話、珍しいですね、その設定は。このスーパー化粧師、うんうん、名キャッパーというのをね、書いたの。あ、メイキャッパー、もうほんとその話はしたくないんだけどね。そうなんですね。もう拙なくて拙なくて、よくこれでっていうもん書いてある。そうそうそう、女性がコメイクするっていうような話だったんです。あのメイクの天才がいて、それで、美しくないという理由で不幸になった女性、まあ、男性でもいいんだけど、それを綺麗な顔にしちゃう。そして中島みゆきさんのね、はい、化粧っていう曲があって、はい、もう今夜だけでも綺麗になりたい、あ、これを涙で聞いたんで、なるほど、あ、これを実現する人を描きたい、キャラクターは。そういうもう一曲で影響を受けて、受けた、ね、漫画にするってすごいですね、まだね。へえ、受信機がいい。感度が。でも感度結構芸人さんとね、飲み行った時も、うん、やっぱりだって小峠さんなんか指令でしたからね、先生からの。あの、指名、指名、書きたいんだよ。うん、あの人書きたいんだよ。峠書きたい。っていうので、ああね、テレビで見て、なんか書きたくなる人とか。書きやすいじゃない。書きやすい。もうね、早いよ、書き。あの顔書くのはもう時間かからない。うん、で、なっちゃんも割とその、すごいなんか、この前会った時、うん、こう、いいですね、とかっておっしゃってたじゃないですか。ちゃんがいいですね。本当ですか。素敵ですね。筋肉量少ないですけど大丈夫ですか。そういう書いてるけどね、花山薫でも。違う。花山薫の似顔絵の色紙いただいたんですよ。はい。先生から。そうだ。すごい。もう本当すごすぎて、うん、もう飛んでた今。そうだ、忘れてました。ありがとうございます。花山薫風にしなっちゃう。いや、もういや、花山薫の、うん、薫のイラスト。めっちゃかっこいい。はい。ああ、すごい。ありがとうございます。プレゼント。花山薫の過去に2枚しか書いてない。うん、1枚はあの何だっけ、あの山内さん、あのかまいたち、かまいたちの、みんな芸人に書いてあげた、うん、番組の中で、あ、番組の中でプライベートで書いたのは初めてです、うん、初めて、うん、やば、すいません、なんか、うん、いいえ、嬉しすぎる。あんな T シャツの映像を送られてたら書くしかない。いや、そう、あのいただいた T シャツをこう、ね、見てくださって、男たちのやつ、なんかね、あのなんだっけ、あの入れ墨のやつ、花山薫のこの、うん、でっかい花山薫の、うんうん、あ、花山薫の T シャツね、嬉しいです。だからもう何をお礼していいか分かんなくて、でも先生がなんか袋麺が好きだっていうのをおっしゃってたんで、ブルダックポックミョンを大量に送って、うん、うん、していただいて、いただいてますよ。なんか、うん、辛いやつ結構別に大丈夫だってね、おっしゃってました、ね。比較的強い方ですね。比較的ね、強い方で。良かったです。ブルダックも。ブルダックポクミョンを先生は食べてるんです。うん、あれは美味しい。よかった。いい甘みなのね。甘みがいいのよ。甘辛いみたいな。だからそういうとこもなんかいいですね。高級の、はい。なんかシャトーブリアン食べてるけど袋麺も好きっていうところも、うん、いやだって大手の作ってるものは絶対に美味しいもん。美味しいね。美味しい、うん、なんか中国かなんかのコース料理の最後袋麺出るみたいな、なんかお話あったあったあったしてましたよね。びっくりしましたもん、うん、だからそれぐらい美味しい。ちゃんと袋もそこに置くらしいよね。本物を使ったぞっていうことで、本物の日本の袋麺だぞっていうね。それは海外では人気なんです、人気なんです。フルコースの締めに、中国で締めにそれが出てくるっていう、そのぐらい人気。そうなんかあれらしいよ、あのこのお相撲さん、相撲部屋、はい、相撲部屋ってちゃんこは食べるじゃない、はい、で若い子たちって、うん、あの最後残り物になるから、うんうん、そんなに具が残ってないんだってよ、うんうんうん、でそれに袋麺をね、もう
ドバカッと入れて沸かすらしい、もううまいに決まってるじゃないですか。出汁も全部ね、そう染み込んで最高のおつゆじゃない。でそうだから袋麺を差し入れすると相撲部屋喜ぶって聞いたことある。お米とかよりもお米も喜ぶけど、うん、そうなんです。そうですよね、そうですよね、絶対使いますもんね。使う使う、あいいこと聞きますよ。あれそれは食べてみたいもん。そうですよ、めちゃくちゃ美味しいでしょ。卵で閉じたいですね。卵、はい、で大量の卵も送ってね、はい、麺と卵、いや卵ね、はい、この度すっごい値上がりしたじゃない、はい、もうそれでも安いと思った卵自体は。卵は安いよ、ちょっとね、ね、あ俺、うん、俺小学校の低学年の時に、はい、お袋が台所、はい、もうキッチンじゃないんだよ、はい、その頃だから、台所に呼んで、うん、卵1個買ってこいって言って、はい、足りないって言って、うん、その時俺走った時に逃げらされたのが15円なのよ。当時1個15円なの、うん、値上がりしてないんだよ、うん、こんな年になるまで、うん、そっか、うん、1個15円だったね。卵は本当ね、変わんないって言いますよね。そんなに変わんないでしょ。そうね、うん、だから 10分の1ぐらいになってるってことだよ、その頃に比べたらね。なんかちょっとねメール来てるんですけど、カイリーさん、板垣先生にお願いなんですけど、うん、もし可能だったらこの番組のステッカーの絵とか描いていただけたりできないでしょうか。えこの番組のステッカー、はい、なんかバカなこと言ってますよこのカイリーさん。何を言ってんの。バキシリーズが大好きで、あのね、そんなのダメに決まってる。誰がギャラ出すんですか。おい本当だよ、ふざけんなよ本当に。誰が本当に、誰が、ね、本当にこれはもう猫じゃらしの分のギャラはこっちに回していただきますけど、まあでも猫じゃらしが多い。最近あのお嬢さんもすごいですね。パルちゃんがまた賞を取りまくっちゃってみたいな。天才だね、うん、親子ですごくないですか。で俺賞取ったことないのよ。えないんだよ、先越されちゃったみたいな。うん、もうあっさり、あんな風にデビューしたかった。あ、そうですか、うん、すごいですよね。すごいですよね、うん、あれは持って生まれたんだね、うん、そうですよね、うん、いやすごいよね。あ、もうそろそろお別れの時間ということで、もうお時間なんですか。お知らせなんかありますか先生。かお知らせ、いや連載中ですから、あ、よろしければどうぞ。よろしければ、はい、ありがとうございます。今日この後はじゃあカニ食べに、カニ行って、うん、水曜日っていうのはもうお休みじゃない。あ、じゃあ今日わざわざ来ていただいて、うん、で、スタッフの休みの日はあっても俺ないもん。もうずっと、はい、休む。だってね、そお正月もずっと書いてたわけですもんね、一人でね。まあ3日ぐらいからだけどな。あ、そうですか。もう旅行なんか行く暇もないんじゃないですか。昔は行ってたんだよね。今は手遅くなったな。楽しみ、丁寧になったな、絵が。あ、そうですか、うん、時間かかるようになった。あ、昔よりも、うん、見比べたら分かると思う。あ、そうですか、はいはい、ということでありがとうございました。今日のゲスト、うん、板垣圭介先生でした。またお越しください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。現在キャッシングやカードローン経験者を対象に現金が返金されています。例えば4万円程度でもお借り入れを繰り返すと27万円を受け取れる可能性があります。あなたが受け取れるのかは電話で確認できます。受け取れるかの確認に費用はいただきません。周りの方に知られることもないし、しつこい営業電話もありません。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10 であなたが受け取れるかご確認ください。あるところに頭を抱える男がいた。今の車少しでも高く売りたいんです。男は様々な買取業者を調べた。どこも同じに見える。どうしたらいいんだろう。だが男の気持ちを決めたのはこの言葉だった。創業30年目の買取実績ガリバー。おお、いいとこ探しのプラス査定期待できそう。車種、年式、走行距離でおおよその値段がわかる。
電話してみよう。0120-66-4747 66-4747ガリバーで高く売れた。ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿を吸った可能性のある方へお知らせです。どんなお知らせですか？はい、実は建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があるんです。しかし多くの方々が手続きをしていません。なぜですか？まず建設現場と聞いて皆さん大工さんだけをイメージするようですが、実は内装、電気工、吹付工、左官、配管工、また現場監督、事務職すらも対象となる可能性があります。一軒家から大きなビルの建設まで現場にいた方、出入りしていた方、運搬していた方なら誰もが可能性があります。そんなにですか？はい。また工場も同様で、皆さんアスベストそのものやその建材を作っていた工場をイメージするようですが、自動車、機械、電化製品、各種部品、さらに医薬品、化粧品、プラスチック、ゴム、ガラス、セメント、繊維の製造なども対象となる可能性があります。なるほど。すでに対象者が亡くなっている場合は？ご遺族の方が対象です。なので、ご家族の確認はとても大事です。では、まずはどうすれば？まずはあなたやご家族がいくらもらえるのか、無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。続いてハロー神奈川です。神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、田中さん、お願いします。はい、こんにちは。お伝えします。横浜赤レンガ倉庫で明日2月1日からストロベリーフェスティバル2024が始まります。毎年このいちごの季節の恒例イベントで、今回で11回目の開催です。今年のテーマはストロベリーフォレスト。赤レンガ倉庫がいちごの森のようになって、会場の規模もいつもの2倍に拡大されるということです。いちごマーケットでは横浜市内の農園の方の出張販売がありまして、地元の採れたて新鮮いちごが並びます。毎回楽しみなのが日本各地のブランドいちごの無料サンプリングです。これは期間中毎日ではなく、しかもなくなり次第終了ですので、開催日のチェックを忘れないでしてみてください。ちなみに初日の明日2月1日と3日4日の土曜日曜は午前10時から無料サンプリングが予定されています。また赤レンガ倉庫周辺のワールドポーターズやハンマーヘッドなどでもいちごを楽しんでということで、みなとみらいいちご巡りも行われます。横浜赤レンガ倉庫のストロベリーフェスティバル、明日2月1日から2月25日まで、いちごファンの方はたくさん集まってください。横浜のスタジオから田中さんがお伝えしました。田中さんは格闘漫画とかは読んだことあります？はい、格闘漫画、例えばボクシングとかそういう、そうあのグラップラバキとかね、今日ね、先生来られてましたけどね。あの読み始めるとね、ハマりますけど。ハマりますよね。やっぱりね、力もらうし、感動しますよね。僕田中さんね、ちょっとまだお会いしてないけど、イメージは渋川豪樹みたいなイメージですけどね。ね、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。山下健二郎です。山フェス2024開催します。3代目 JSOUL BROTHERS 山下健二郎のゼロベースプレゼンツ山フェス2024サウンドコロシアム、2024年2月12日祝日の月曜日、場所は横浜アリーナ。岩田貴則、エリクレイジーボーイの出演も決定。詳しくはイベント公式ページへ。時刻は1時53分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク森田さん、お願いします。はい、お伝えします。岸田総理大臣は自民党安倍派に所属する小森拓夫総務政務官と加藤隆翔国土交通兼内閣府兼復興政務官を交代させる方針を決めました。
小森氏は今日松本総務大臣に辞表を提出した上で記者団に自身の政治団体の収支報告書に70万円の不記載があったと説明し、政治不信を招きお詫び申し上げると述べました。議員辞職は否定しました。後任には西田昌司衆議院議員を充てる方向です。また加藤氏は10万円の不記載があったと国会内で記者団に語りました。立憲民主党の泉代表は今日午後の衆議院代表質問で岸田総理の責任に言及しました。総務政務官は能登の災害対策本部の担当でもあります。総理がここまで政務三役をチェックせず危機管理ができていなかったのは深刻な問題です。総理の責任は重大であります。一方岸田総理の答弁です。本人の意向、これをしっかり確認をいたします。その上で必要な手続きを進めてまいりたいと存じます。次に NTT 西日本の子会社から900万件余りの顧客情報が流出した問題で、データを不正に持ち出すなどしたとして子会社に勤めていた男が岡山県警に逮捕されたことが捜査関係者の話で分かりました。不正競争防止法違反の疑いで逮捕されたのは、子会社で大阪市にある NTT ビジネスソリューションズに派遣社員として勤務していた兵庫県芦屋市の60代の男です。男は子会社から持ち出したデータを複数の名簿業者に売ったとみられ、県警は漏洩の手口や流出ルートを詳しく調べる方針です。 NTT 西日本は去年10月、データの不正持ち出しがあったと公表し、その後漏洩した顧客情報はおよそ928万件、被害を受けた企業や自治体は69の団体に上ると明らかにしていました。おしまいに、新潟市の航空会社トキエアーの新潟空港と札幌市の丘珠空港を結ぶ便が今日新規就航しました。国土交通省によりますと、大手傘下でない航空会社の国内線参入は15年ぶりです。今日は会社が拠点とする新潟空港で記念セレモニーが開かれ、初便がほぼ定刻の午前9時35分ごろ新潟空港を出発しました。機体は72人乗りの小型プロペラ機で、航空券は今月19日の販売開始後1分以内で満席になったということです。トキエアによりますと、当面は1日2往復週4日の運航予定ですが、今年4月頃以降路線を広げていきたいとしています。この時間のニュースは以上です。森田さん、ありがとうございました。純烈コンサート2024、3月14日相模女子大学グリーンホール、15日松戸森のホール21、4月17日カルッツ川崎ホール、チケット好評発売中。お問い合わせは03-3355-3553 IS まで。The Radio Show。 はい、メールが来てます。千葉県のしずしずさんです。板垣先生、習志野の航空自衛隊にいらっしゃったんですね。私は八千代市で育ったので、自分の家からも学校の窓からも自衛隊のパラシュートが降りてくるのを当たり前のように見ていました。ということで、そうだよね、習志野のね、第一空挺団にいらっしゃったっておっしゃったから、すごいね、すごいよね、だ かっこいいね、そのなんかエンブレムみたいなの見てみたいね、すごいね、勲章みたいな、すごかったんだろうね。どういうトレーニングしたのか、もうこの前小島よしおとやっぱり喋ってて、ちょっと山登りみたいに一緒にしたんだけど、一番きつかったのはそのロケで、小銃みたいな木のやつをレプリカを持ちながら走るのが一番きつかったって。あ、この曲懐かしい。それは大学時代初めてできた彼の車で聴いた曲。彼の顔はもう思い出せないけど、その曲だけは今もはっきり覚えている。ん、あれ声があの頃の思い出の曲も無料で楽しめる Spotify。 あ、この曲もある。ベリーベスト法律事務所より、アスベスト石綿を吸い中皮腫、肺がん、赤面肺、肥満性胸膜飛行と診断された方へ、ご存知ですか？建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。労災保険を受けた方、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。また対象者が亡くなっている場合は遺族の方が対象です。まずはあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番 70-7000 番、
第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？カメラの北村なら、どんなカメラでも高く買い取ります。さらに、時計ブランド品も、少量でも無料で査定に伺います。お電話は、0120-157-999、157-999。出張買い取りは、カメラの北村。ズーム。辛坊治郎です。ズームそこまで言うか。今週は特集日本を覆う歪んだニュースを徹底解説。今日のゲストは前明石市市長の泉房穂さんです。辛坊治郎が午後2時をお知らせします。幸せがあることを